どうも、ワシトーク、コウキでーす。というわけで、本日なんやかんやでライブ配信含めて3本目の動画になりますね。うん。1日3本撮るってなかなかないんですけど、まあ、1本目は初回大炎上について、もう試合中ですね、動画撮らせていただいて、それアップして、で、さっき、ゲーム終わった後にライブ配信1本やったんですけど、まあ、今日はちょっととにかくいろいろありましたので、まあ、ライブ配信だと1時間の枠になっちゃって、まあ、要点だけね、伝えられないので、ちょっとこちらの動画ではそのね、要点を伝えていくような1本の動画にしていきたいと思います。で、今日はですね、とりあえず、今期2番目に、まあ、最悪の、ゲームになったわけなんですけど、まあ、一番ひどかったのが、僕が沖縄行ってる時に起きたあのソフトバンク戦ですね。2連戦2試合で33対0で、その1試合目が21対0で負けて、翌日が12対0で負けるっていうね、もうとんでもなく悲惨な2連戦があったんですけど、まあ、失点だけで言うと、そこの21失点の次に、今日ひどい18失点を、かましてしまいました。うん。まあ、初回8失点もね、かなりひどかったんですけど、まあ、そっから、ゲーム終了まで追加で10点取られて、計18失点。いやー、なんかさ、プロ野球長年見てる人だったらわかると思うんですけど、大体、年にどこのチームもやっぱり、まあ、数試合、こう、大量失点して、もう、どうしようもなく負けるみたいなゲーム、まあ、いわゆる捨て試合的なのってあると思うんですけど、まあ、そういうゲームですら、僕が思うに、大体失点しても、まあ、多くても、12失点。で、まあ、最大マックスいっても15失点ぐらいかなっていうイメージなんですけど、イーグルスは、それを超えてくる21失点と18失点。定期的に、こう、エンタメを届けてくれますよね。うん、イーグルスは僕らファンに対して。うん。まあ面白いんでね、ちょっともうここまで来るともはやネタ、もうお笑いの領域になってきますんで、まあ今日のゲームとか本当に悔しさは僕個人としてはほぼなくて。まあ結局大量失点しようが、いっぱいはいっぱいなので、うん。なんなら、今日他球団ですね。まあ、他チームの、試合ですと、まあ、オリックス対ソフトバンクが、ちょうどね、オリックスが、9回に2点取って逆転さよならしたっていうゲームがあったんですけど、まあ、そっちの方がね、そういう接戦で逆転負けとかの方がダメージでかいんで、個人的にはね、もうこれぐらいもうなんかバッサリ負けた方がね、もはや気持ちいいぐらいの、感じなんですけど、まあ、その詳細はね、ちょっと見ていきたいんですけど、まあ、今日が7月の、10日ですね。ZOZO マリンで行われました、まあ、イーグルス対、マリーンズの、今日が13回戦かな、だったんですけど、まあ、昨日ね、イーグルス2連戦の初戦取って、まあ、今日も取れたら、もちろん2連勝で良かったんですけど、まあ、ロッテも今好調なので、まあ、最悪ゲーム始まるこの2連戦前までは、まあ1勝1敗で乗り切れればいいかなと個人的には思っていたんですけど、まあ昨日勝って、まああわよくば、今日も勝ってね、連勝で終われたらと思ってたんですけど、まあそう簡単にはいかなかったのと同時に、こんなにひどい負け方するのかっていうのをちょっとびっくりしちゃったんですけど、まず先発が、松井友高投手、友高くんで、で、ロッテが石川投手でね、まあイーグルスが幸先よくね、先制したんですよね。ここめっちゃいい攻撃でさ、横ちゃん、先頭フォアボールから、今日入った2番に、中島選手、シャーパーですね。シャーパーが、エンドラン、しっかりね、ライト前に打って、ノーアウト1、3塁、もう理想的なエンドランの形でヒット打って繋いで、ノーアウト1、3塁から3番の辰巳が、まあ、ゲッツーの間ではあったんですけど、1点、先制できて、うん、友高くん久しぶりの先発だったんで、まあ、初回にね、1点、ではございますがね、いい援護が入ったなと思っていた矢先。まさか、こんな悪夢が、僕ら、イーグルスファンをね、襲うと思っていなかったんですけど、1番の高部選手に、
ツーベース打たれてから、2番の小川選手、もう最高に素晴らしいセーフティーバント決められて、三塁側、もうライン際、もう絶妙。まあ野球やってる人だったらわかると思うんですけど、あれ以上ない、本当に、ぐらい素晴らしいバントで、で、キャッチャーのホリケン、もう絶対セーフだろみたいなところで、なんか回転してファースト送球して、で、悪送球かまして、同点に追いつかれて、何やってんだよ、ホリケンと思って、はい。もう、その瞬間もっとね、険しく言ってたんですけど、やってんだよってね、思ってたんですけど、もう終わったことなんでね、ちょっと緩く言ってますけど、ホリケン何やってんだよと思ってね、見てた後、もうどんどんポコポコ打たれて、まあもちろん不運だったりね、まあ中島くんがちょっと難しい打球ね、判断誤って取れなかったとかももちろんあったんですけど、まあでも、外のあれは難しかったからな、うん、捉えた外がすごかったし、うん。まあ、レフトオーバーもありましたし、ポランコのサードボテボテの内野安打って、角中選手タイムリー、翔吾くんヒット、田村選手レフト線タイムリーで、藤原選手タイムリーということで、なんとロッテ、打者一巡ですね。しかも誰もアウトにならずに8失点。友高くんさすがに降板でしたね。珍しいですね。まあ、打者一巡ってさ、よく、まあ、ビッグイニングがあったイニングだったらよくある話だと思うんですけど、誰もアウトにならずに8点して帰るっていう、なかなか見ないケースですね、これは。この時点でも今日はね、ゲームが決まってしまったな、というところで、8対1かと、うん。もちろん、奇跡的にね、逆転っていうのもあったと思うんですけど、もう完全に流れが今日ロッテだったのと、何よりマリンの風がもう上空十何メートル吹いてて、さすがにビジターのイーグルスは対応あまりしきれてなかったですね。うん、もちろんロッテの選手ですら、和田康士郎選手がね、レフト線林のホームラン級の打球、ちょっとグローブに当てて落っことしちゃったりとか、あと、三塁後方のファールフライ、サードとショート追ってその間にポテッと落ちたりとかね、そういうのあったんで、もうロッテの選手ですら、風対応しきれてなかったところ、イーグルスの選手がね、まあ、全部対応しろっていうのは無理な話なんで、まあ、その辺も含めて今日はね、環境的にも厳しかったんですけど、まあでもひどかったっすね、うん、で4回にも6失点して、うん、で6回にも4失点して計18点ですね、うん、で、まあ、大敗という形になったんですけど、ただね、ソフトバンク戦よりマシだった点が、イーグルス、打線としてはね、13安打5得点してるんですよ。うん。まあ、もちろん、大敗ではあるんですけど、まあ、打つ方に関しては、そのソフトバンク戦より全然ね、無得点で負けたとかではないので、もう本当に見どころがなく、どうしようもないゲームではなかった分ね、そこは良かったんですけど、まあ5得点取ってもやっぱ投手が18点しちゃったらどうしようもないので、まあうんって感じですね。ただ切り替えやすい負けなんで、これは個人的にはね、もうしょうがないなっていうところなんですけど、はい。友高くん、ワンアウトも取れず8点43球8安打フォアボール1個8点、2番手桜井くん、3回と3分の1、77球4失点。3番手の鶴崎投手、2イニング、60球、7安打、フォアボール2個、6失点。うん。まあ、さっきの配信でも言ったんですけど、桜井くんはもう本当に緊急登板的な部分もありましたし、まあ、もともとロングリリーフで入ってるピッチャーではないので、まあ、桜井くんの4失点は むしろしょうがないし、まあよく投げてくれたなっていうところなので、まあこの4失点に関しては致し方ない部分あるかなと思うんですけど、まあ友高くんの8失点と、まあ鶴崎投手の6失点に関してはちょっとうんって感じで、まあ鶴崎投手もね、もちろん、まあ大荒れのゲームの中の登板でしたけど、全く準備してる時間がなかったといえばそうではないと思いますんで、まあ、もうちょっと、まあ、せめて2、3失点ぐらいにしてほしかったなっていうところなんですけど、もうしょうがないですね、今日は。もうロッテ、猛打賞何人いたんだっけ、
1,2,3,4,5 ロッテ猛打賞6人って何これ、もう完全に今日ロッテのバッティング練習じゃん、うん、いやーすごいね、みんな打率めっちゃ上がってんじゃないですか、うん、ちょっとあのロッテの選手の普段の打率知らないけどすっごいね、うん、まあでも意外にイーグルスも13打してるんで、まあぼちぼち打率上がってる選手とかもいるんですけど、まあ投手陣が今日はひどかったんでどんまいって感じですね。はい、まあ年にこういう本当大量失点で大敗するゲームはあるんですけど、まあちょっとそのレベルがあまりにもひどすぎるんで、もうちょっと、失点するにしてもさ抑えてあげてほしいなと思いますし、まあその中でも今日ねレフトスタンド、もう特に終盤ですよ、7回8回なんてさもうどうしようもないとこだったと思うんですけど、いてもどうせ負け濃厚だったと思うんですけど、それでもねレフトスタンド、大きな声で応援してた姿に僕は心打たれました。うん、もちろん僕テレビ越し、映像ご、携帯越しで今日ね映像見てたんですけど、すげえなんか初回とかにめっちゃ声出てんじゃんみたいな感じでちょっと感動しちゃいましたもん。うん、もう大量失点して負けの子なのにもかかわらず声を枯らしてる、声を枯らして応援してる姿本当に心打たれました。うん、今日ねいた現地民の皆さんは本当にゆっくり休んでほしいなと思ってるんですけど、うん、まあただねいっぱいがいっぱいに変わりはありませんので、うん、またね明日休んで明後日から本拠地戻って、西武戦3連戦控えてますんで、うん、また西武もねいいピッチャーが3枚出てきますんで、ちょっとね、失礼ではございますが最下位西武、相手ということでもう勝ち越しは必須で、うん、もうまた今井くんの連敗もういい加減止めてほしいんで頑張ってほしいと思います。はい、土曜日は僕もね現地行きますんで、まあちょっと勝ちゲーム見せてもらえるように応援したいと思います。はい、まあそんな感じで、明日はねゲームがありませんので、また明後日、動画投稿していきたいと思いますんでお願いします。はい、まだの方ぜひね3000人までもう少しなんでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日は本当に最後まで応援したイーグルスファンにいいねですね押しておいてください。そんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。